かワクワクします。無様に泣くない。ラウンド1ファイト。さあ試合開始です。実況は私平岩です。よろしくお願いします。かっこいいとこ見たいです。まだ時間は十分あります。両者どういった展開を、これはジャストで受け止めていました。どうだ。さあ両者ドライブゲージはまだあります。壁に押し込んで有利を作ります。どうなる、どうなる。壁からは逃さず対応を迫り続けています。だいぶ有利な状況ですね。どうする、どうする。この距離うまくプレッシャーをかけつつもドライブラッシュで攻め続けます。あと少し。さあパリーを見せつつジャストを狙うか。オーバードライブラッシュでここで勝負を決めました。ナイスナイス、かっこいい。さあいい形でラウンドを取っていきました。次のラウンドが勝負ですね。まあ全部勝負なんですけど。試合も盛り上がってきました。さて次はどうなるか。プレイヤー1、ドライブゲージは潤沢に残してここまで手堅い立ち回りをしています。そういうことなんですね。プレイヤー2、さあ追い詰めました。何か狙ってるんですかね、これは。いいですね。これはドライブゲージがなくなった。なんかこっちが緊張する。さあここは SA を使って勝負になる。あー、これかっこいいやつ。ここでアンリミテッドサイコクラッシャーを選択。サイコパワーを全身に込めて放つ一撃で試合を大きく動かしていきます。ラッシュしてうまく投げを通した。ここで追いつ投げが決まった。今の完璧。投げる、すごくに天才。 KO、 逆境を跳ね返す鮮やかな逆転劇になりました。あそこからの逆転はしびれますね。ファイトラウンド、ファイト。さあラストラウンドが始まります。これで勝負が決まる。どっちが勝つの、これ。いやもう頑張って。目を踏みに行った。頭上から行く。飛びは通さない。今の完璧。ここで投げに行った。今の完璧。プレイヤー2、この画面端、さあどう攻めるか。いやー一気に来るんじゃないですか。これはいけるよ。集中集中。ラッシュしてここで投げに行った。すごくに天才。ドライブラッシュ、バックビット。ドライブラッシュで勝負。バックビット、これは SA 選択。攻めていった。今の完璧。全てのゲージを使った。ここで大きく勝負に出るか。スーパーアーツ、よく当てた。体力バーンアウトした。危ない危ない。ここで KO。決まっちゃいましたね。プレイヤー2、死闘の。さあ勝つのはどちらか、どんな展開になるのか。いよいよ試合が始まります。お互いに頑張ってほしいですね。さあ試合が始まりました。立ち上がりはどう動くか。気合入ってますね。投げの選択肢を通す。すごい。さあ序盤の展開どう作っていく。この攻撃はジャストで止めました。位置が入れ替わりました。攻守が逆転します。ドライブゲージは両者十分。どこで使っていくか。さあ壁を背負わせて圧をかけていきます。どうなるどうなる。さあ投げが決まりガードを崩します。さあカウンターが、これは SA を使っています。これが SA 技ってやつですね。体力差はついています。試合は後半、倒しきるルートは見えていたか。素晴らしい状況判断でした。ナイスナイス、かっこいい。さあこのラウンドはいかがでしたか。今負けちゃった方にも取り返してほしいですね。はい、これからどう戦い方が変わっていくのか見ていきましょう。さあお互い手の内は見えてきた頃か、このラウンドはどう出るか。いやどうなるんだろう。受け止めつつ攻撃していく。ここでバーンアウト、どう展開が変わるのか。プレイヤー2、ここでバーンアウト、苦しい。ここでバーンアウト。いやー、頑張れ。踏みに行った。慎重ですね。一旦落ち着いて壁に追い詰めて、あっとここで痛恨のスタン。壁に押し、しっかり倒しきれるコンボ選択、お見事。綺麗に決まりましたね。
さあ1本返してマッチポイント。両者互角の勝負だ。熱い勝負が繰り広げられております。どっちが勝っておかしくないと思います。受け止めながら、やばい、変身脚で前に出る。 SA は溜まっている。両者準備はまず、このスーパーアーツは通るか。この状況で2プレスナイトメアを選択。ドライブラッシュからここは出方を伺うか。どちらもラインは譲りません。この投げは通らない。これはジャストバリー。ここで SA を使っていった。ここで弾を撃つ。プレイヤー2、ドライブゲージを守りたい。危険な差し合いの距離。ここでバーンアウトしました。なんかうんちが緊張する。これが吉と出るか凶と出るか。 SA レベル3だ。ここはしっかり SA を当てる。両者満身創痍だ。すごいですよね。このインパクトは危険だ。いいよいいよ、ナイスだ。アイコン SA を発射。決めた。決まっちゃいましたね。プレイヤーはフルラウンドの大接戦。際どい勝負では見ていきましょう。よろしくお願いします。飛躍がこっちまで伝わってきますね。無様に泣くない。ラウンド1ファイト。さあファーストラウンドが始まります。注目していきましょう。始まりましたね。ターゲットコンボを決めていきます。さあここは弾で圧をかけていきます。飛び道具で揺さぶりをかけます。プレイヤー1、体力はリードしています。だいぶ有利な状況ですね。さあ差し合いの距離どう動くか。飛び道具はパリーでしのぎます。投げは届かない距離。ナイス。打撃はさばいていきます。画面端に追い詰めます。大事な局面。何か狙ってるんですかね。これは投げに成功。ここからナイス。ここからここは抜ける。ハリーで捌く。これはいい形で入れ替えて、ドライブラッシュで攻め続けます。ここでバーンアウト。なんかこっちが緊張する。 SMM2 サイコパッチャーで降ってきた。画面中央のせめぎ合い、どちらが仕掛けるか。さあ残すところあと一発の状況です。ドライブゲージがなくなった。フィニッシュまでお見事。綺麗に決まりましたね。これは非常に大接戦でした。手に汗握る展開でした。2人ともマジ天才。とってもいい試合でした。さあラウンド開始です。仕掛けるのはどちらか。どうなっていくのか気になります。さあ序盤の立ち上がり、どちらが動くか。どちらが先に仕掛けるんですかね。いいよいいよ。プレイヤーはここでの押し引きが重要になる。この感じは名勝負の予感がします。ここまで温存してきたドライブゲージ、どう使っていくか。どうなる。ここからさあサイコパワーが爆発する。この壁際かなり激しい攻防となっている。結構リードしてる感じですね。この飛びはガードが間に合いました。ラッシュで前に出る。捕まえて投げ飛ばす。ナイスナイス。二人ともやる気満々だ。ここからどう動いていくか。何を狙っているか。ここで弾を撃つ。両者どう出るか。ここからもうね、ここ本当に難しいんでしょうね。ラッシュしてさあバーンアウトして KO。 おー、しっかり倒し切りましたね。さあ次でファイナルラウンド、勝負が決まります。なんかここまですごく一進一退できてるんで、次どうなるか本当に予想できないです。さあファイナルラウンドが始まります。勝利を手にするのはどちらだ。どうなっていくんでございましょうか。非常に気になるところでございます。この序盤主導権を取るのはどちらか。投げる。完璧。投げ、これは読めているか。これは強すぎですね。リバーサル。 SA ゲージが溜まって、ここで踏みつける。いい
取して、うまく投げを通した。天才。ここは出方を伺うか。下段ガードからドライブラッシュ。ここでバーンアウトしました。KO! 決まっちゃいましたね。アップトヨナ